か切るかどっちがいい？そっちの方が左行かん。左行かないです。うん。どっちがいい？こっちの方がいい。9番より？9番は。ダフってるから144。はい。どうしたらいい？ダフらない。あ、どうしたらダフるの？まず離れる。届くかなーって。もうこういうシンプルな話や。7番を取って、ヤードを把握したら。てんちゃん、もう次のラウンドで70台出るわ。え？いや、マジで仕上がってる。自分の重心が全く移動しなくて打てるように全く重心の位置が移動しない、この状態で打てるようにしよう。私つま先に乗っちゃってる人多い。飛ばすわけじゃないねんから、はい、かかとにしたらちょっと遠いわって言うんやったらめっちゃ近づいたよ。めっちゃ近づいて、近すぎる分かかとに乗せて逃げたよ。そこを中心にくるりんぱって回ってあげたら安定してくれる。はい。今度はここから難しいのが、それとフルスイングと交互にやらなかんね。つま先体重のフルスイングと。ちょっとじゃあ6番アイアンやってみて。いきなり6番ですか？仕入れたての6番アイアン。大変なことになっちゃう。ああ、いいね。大変なことだったら。うん、7番アイアンで何やと？7番アイアンで145とか。うん。ダフってると144。はい。どうしたらいい？ダフらない。どうしたらダフるの？まず離れる。届くかなーって。届くかなー。そう、そこで打ってる。もうこういうシンプルな話や。ダフってんのに、あ、詰まってるからとか。意味わからんことばっかり言うやん。絶対届かんかな、これって言うから。離れたらええよ。届けへんやったらめちゃくちゃ近づいたらええよ。シンプルなことよ。シャドーイングが足らんと意味わからんから。ボディがターンで、ビハインドがザボールですって。今ちょっと離れてないちょっとしたで舐めたから、もうまた近づいたらちょっと髪気味やったけど、まあまあまあちゃいましょう。言った感じは良かった。うん、まあまあでも156。あ、6番やんでいいよ。てんちゃんこれ入れたとして、うん、ユーティリティがめっちゃ短く持たないといけない。6番ユーティリティ、6番やんの次、6番ユーティリティって言えじゃん。俺が打つ前に重いんちゃうって言ったら勝手に重いと思って。はい。どっちが打ちやすい？ユーティリティ。うん。じゃあ6番やるとそれにしたり。じゃあ160とかのやつをこれで調整すればいいですか？それ今のってキャリー158や。はい。めちゃくちゃいいや。うん。6番やるとどっちが打ちやすい？じゃあそれでいいや。5番ユーティーもんだよ。これ私は使えるんですか？使えてるよ。なんで重い？大丈夫です。160、はい、全然いける。じゃあウェッジ、ウェッジ52、6650、 P987 6U5U 24。のウッドか975でドライバー。9はどうなの？やってみて。うまいな。70台で道もなんもないわ。70台でエスカレーターやわ。エスカレーターですか？そう。5か9かどっちがいい？こっちの方が左行かん。左行かないの？うん。どっちがいい？こっちですか？こっちの方がいい。9番より？9番はキュンって出るんですよ。左ギュンが？が出る時がある。あ、そう、今こっちやと思った。9って言うと思わなかった。はい、絶対9やねんけどな。左ギュンが出るんやったら多分嫌なんやろ。確かに9は左ギュン出る。左ギュンって書いて9バウンドって読む人もいるもん。ん？嘘。そっからこっちの方がいいんじゃないかな。9の方が拾いやすそうに見えるけどな。全然拾いやすそう。ハイブリッドは打ち込む感じ、うん、はい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 。じゃあね、あ、待って、こっちもいい。
こっちもいいけど圧倒的にいいんですよ。うん、そうだった方がいい。この曲がり幅よ。曲がり幅的にはエグい。こっちですね。1579。いやでもさ、それキャリー171飛んで持ってるやん。結構飛びすぎてしまってない？あ、オッケー、わかった。フラット一度立てで、もうちょい飛ばして、はい、で、豪遊も入れる。なるほど。お、落ちにくい。おマジ？わかんないです。いやいや、変わりすぎやもん。すごい、もう顕著に出るな、スイング安定してるやつ。全然わかんない。あ、全然わかんない。あ、やっぱわかんないや。ごめんごめん。すげえ素直。めっちゃ素直な、スイングいい証拠や。今、フラットにしたんですよ。で、一度立てたんですよ。フラットにした効果なんて多分彼女は分かってないし、フラットにしたどうなったか分かる？分かんないです。ああ、ずっとそうでいて、ずっと知らない君でいて。フラットにしないで一度立て、うん、ノーマルのまんまで内角変えないでな。これで多分バカだと。はい。うわ、マジか。距離そんな変わってないけど、まあまあいいんじゃない。フラットにしてたのからアップライトにして左に行くはずやねんけどな。振りやすくなって体が動いてるんだよ。うん、うん、うん。キャリー170ぐらいかな。170です。面白。こんなにカチャカチャで影響出るの女の子ならではやな。スイング安定してパワーがないから、あといろんな技術持ってないやん。キャリー160いいんじゃない。7番やんって。7番やんで140、 OK、 バッチリ。9番170、5ユー160、6ユー150、7ユー140。キャリーの話な。ランコミで、まあ、プラス10ぐらいバッチリだろうけど、場所にもよるけどな、キックとランコミで。7番を取ってヤードを把握したい。ペンちゃん、もう次のラウンドで70台出るわ。え？いや、マジで仕上がってる。いやいや、仕上がってるな。175から180キャリーな。5番を取って5番。うん、ちょっと気になるな。無意識にやってるのか意識的にやってるのかが分からんから、ちょっとだけ問題やな。なんで5バウンドになった瞬間急に左返しになったの？よっぽど綺麗に当てたいの。まあ練習不足から来てるんやろうけど、ボールによっぽど綺麗に当てたいから、はい、上から覆いかぶされるような形になってる。しばらく自己練習を認めます。クリークの練習を死ぬほどやってください。5バウンド恐怖症になってます。たくさん練習したね。やっぱり変わったね。打てるとき9打ってるからな。クリークで200打ってるもんな。女子プロの距離がな、普通に。ちょっとドライバー打ってよ。ドライバー、はい、やばいやばい、うん、ただのルートリーズ日常を見せただけで大変申し訳ありませんでした。久々すぎて忘れてる。俺の言う通り、俺の言う通り。はい、著者がね。はい。俺アフレコしたるから。チャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。各種 SNS 概要欄にあるのでチェックしてください。下にあるよー。結果が出ないと。もうやめていいみたいな話もされてたと思うので、でそやっぱりすぐ結果につながったので、じゃあもう何とかやるって言われないならやってみようと思って、はい、入会する前がマックス飛んで280ぐらいだったのが340ぐらい、一番、はい、今日までで飛んだのが。練習場でも正直僕より飛ぶ人あんまり見たことないぐらい。
何でしたっけ、何でしたっけ、次のラウンド、俺の言う通り、俺の言う通りです。ちょっとじゃあね、はい、俺はアフレコしたるから次のパクパクしてて次のラウンドは頑張ります。確実に、確実に70代を70代を出します、出します。もし出なかったら、もし出なかったら水着でごめんなさい。なんでやねん、なんでやねん、その次に頑張りますよ